はい、ということで、今回もデッドバイデイライトやっていきましょう。最近またハマってんね。今回の生存者たちは元気ですね。そして今回もこのお二人のオペレーターの方々をお呼びしています。生存者のサポートをしっかりしていこうと思います。同じく命令していくの間違いでは。てか右上のこのカウンターなんすか。それはその時が来ればわかる。てか心音近いんですけど。そこで身を潜めてれば大丈夫です。叫んじまったよ。見えてるよ。いやー、誰だよ。あそこで身を潜めてれば大丈夫って言ったやつ。叫ばなければという前提でしたので。ということですので、生存者の皆さん、この間に電源発電機の修理をお願いします。だが説明しよう。今回このダンスウィズミーのパークのおかげで窓越えなどで足跡を3秒か。バレてる。いやー、なんでや、なんでバレたんや。いや、がっつり見られてましたもん。この素早く静かにのおかげで窓越えの音を出さずに越えたというのに。いや、飛び越えるところ見られてたから。はははははは。じゃあ来世まで鬼ごっこしようじゃないか。殺人鬼もそれは遠慮願いたい。いや、もう叫ぶったらないな。どこにいたって場所バレますやん。チェイス中もしくはチェイス中に正気を取り戻せればなんとかなります。前が正気か。てか、どっちもチェイス中だろうが。無理に決まってるだろ。ここでキラー振りかぶった。霊夢隊員もここまでか。終わってたまるか。この隙に身を隠し正気を取り戻せ自分。おそらく全然身を隠せてないです。よかろうならばついてこい。言われなくても。落ち着け、叫ぶな。殺人鬼に追いかけられて不安があるのはわかる。だが霊夢を信じろ。霊夢だから不安なんじゃないかな。なんでだよ。霊夢隊員のチェイスのおかげで発電機1個修理完了いたしました。あらみんちょい。あ、こんな痛いけな彼女をあんな鉄の棒で殴るなんて。死んだらどうするんだ。それが目的ですから。おやー、かわされたー。そりゃ殺人鬼だって何回も痛み当たってはくれませんって。なんだこれ、いつまで殺人鬼とブルブルしてればいいんだ。なんか楽しそうだね。あはははははは。板を割っても今のうちに逃げるぜ。と見せかけてこっちに行く。これでごまかせることはあまりないです。いや、何か言った。手足跡見えちゃってるんだもん。お、おや？お、他の人にタゲが変わったみたいだな。さっきのフェイントのせいじゃないよ。お、あの小屋でチェイス頑張ってるね。頑張れ頑張れ。自分じゃなくなった途端人ごと。霊夢よ、正気を取り戻せ。あ、あれ、なんかドクターさんこっち向かってきてませんか？なんでだよ、他の人と鬼ごっこ楽しんでただろ。おらー。あ、バレてなかったかも。ということで、自ら自分の居場所をバラすという。お前らの発電機の時間は私が稼いでるという感じですかね。いや、そんなわけあるかい。まだ傷だって直してないのに。というわけで、順調に発電機残り1個まで来ましたよ。お前の言う順調とは。二人とも芋虫状態じゃねえか。ちっちっち。霊夢だって順調の意味くらい知ってますよ。あ、知ってたんだ。知っとるわ。霊夢が何も考えなしだと思ってますか？思ってます。思ってます。相変わらず失礼な二人ですね。実はもうハッチの場所を発見してあるんですよ。あとはもうハッチの上で待機するだけ。自力脱出したな。 4% の壁を越えてきただと。まあこれでのんびりハッチまで移動できるってもんだ。あ、でも一応リカバリーは入れておきますか。あの、もう一人の生存者死んじゃいましたけど。ハッチの場所忘れた。あ、ありましたありました。迷ってなかったらもうハッチの上で待機できてたね。ほら、もったいぶってないで早く開きなさい。あ、ちょっと。ドクターさん到着いたしました。これはもうハッチに入れてくれますよね。あー、やだ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 。そっちにハッチはないですって。あるのは処刑用フックです。人手なしー。あれ、どういう光景？出口を開けようとしてる生存者と、それを見守る殺人鬼って感じ？キラキラキラ。お前ら何してんの？誰が正確に半分になれるか競ってる。だとしたらメグちゃんは全部見えちゃってるな。お前らまだやってんのかよ。あのクラウン半分になるのめちゃめちゃうまいですよ。どうでもいいよ。優勝は俺だな。しょうがない、ここは負けを認めよう。よし、じゃあお前らそろそろ帰るぞ。イエスさー。いやいや、クラウンは帰る場所はここだろ。あれ、俺ここから出られないんですけど。霊夢たちがまた遊びに来ますから。殺されに来ますからの間違いでは。また半分になる勝負しましょうね。じゃあバイバイ。お、バダム幼稚園か。建物の中だし早速だけど発電機直しちゃおう。一人用か。ちょっと不安だけど殺人鬼に気づかれないことを祈ろう。
つは、呪いかよ。でも今日はスキルチェックも冴えてるし、このまま続行続行。それでは、BGM なしでご覧いただこう。なんやこれ、どういうことや。こんなレース初めてなんですけど、まさかチートか。プレステ版でチートってあんま聞いたことないけど。あーあー、やっぱり一瞬で持っていかれた。こんなん無理だろ。体は透明で鐘の音も心音もしないなんて。そしてこの後も心音のしないレースに、次々と生存者がやられていった。敵になって調べたら、鐘の音が全くしないというアドオンと、透明化を解除してから6秒間心音がしなくなるというアドオンを組み合わせていました。生存者が釣られている。そしてもう命が短い。他の生存者は直ちに救出を、急を要する。いや、さっきから何回も助けに行こうとしてるんですけどね。キャンパーなんですわ。他の二人も駆けつけては来てくれてるんですけど、まあとにかく離れなくて。およよよ、いやー、今一瞬助けようとしたんだけどな。およよよよ、いやー、およよよよ、あっちからこっちから助けようと必死だな。ナイスボロータイム。あんな殺人鬼に捕まったら最悪ですね。あっは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 。いやー、めっちゃ追いかけられてるじゃん。捕まったらキャンプされてその命終わるぞ。いやー、無理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 。ですが霊夢のこの右手に光るものが見えますかな。カメムシかなんか持って走ってんの。違うわ、暗い爆竹。やったぞ、この隙に隠れろ。足跡をつけないようにそろーりそろーり。すぐ後ろにいますけど。あ、はーん。あ、霊夢さん、刻一刻と死に向かっています。まだ一回も吊るされてないわ。でも霊夢もあのキャンプ見ただろ。発電機修理してたんで。もうダメかも。いや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 、まだ追いかけてきてるから。爆竹も当てた上にアドレナリンですよ。これで心が折れない。まだ追ってきてた。出口の解除はまだか。おい、サポート係、サポート頼みますよ。間もなくだとは思います。いや、曖昧すぎんだろ。わかりません。サポート係やめちまえ。もうこれ以上は身の危険を感じるので出口にも。あえてない。あくまでチェイス続行でお願いします。いやー、このままじゃ他の生存者に迷惑がかかってしまう。ほら殺人鬼、こっち来いよ。大丈夫、来てる来てる。やっぱり来ないで。あ、キーン。ここまで来て捕まるのとか嫌なんですけど。もう霊夢のことを殺したくてしょうがないらしい。お前は許さん。霊夢なんかしましたっけ。そりゃ爆竹当てたりイーター当てたりさ。そういうゲームですもん。出口開いてますよ。鬼どこ行った。わかりませんが出口に向かいます。さすがに諦めてくれたんじゃないか。よっしゃ、いないな。電気全部修理終わった上に生存者4人ともピンピンしとる。たまにはそういう試合もないと。あった。大丈夫かな。ちょっと肉壁入ってくるわ。いざとなったら当てられない。懐中電灯も持ってるし、当てれないと意味ないんよ。ぐはー。この懐中電灯を今使わないでどこで使うんだ。あ、ちょっと間に合わなかったな。お前の懐中電灯は飾りか。よし、こうなったら手引きにも連れていくんじゃねー。おい、待てって、どこ連れてくんだよ。処刑用フックです。他の生存者も手引きの救出に向かってください。ほらー、待て待てー。もがけデビキン。さっきからもがいてんだ。吊るさせねえよ。ナイスデビキン2号。ほら、吊れるもんなら吊るしてみやがれ。ちょっと殺人鬼に同情するな。わかる。よっしゃ、デビキンが逃げたぞ。皆の者、肉壁に入るのじゃ。自分がキラーやってたら絶対辛いやつ。だがしかし、仲間を助けたいというこっちの気持ちもわかってくれ。メグちゃん、ナイス肉壁。よし、これで全員で脱出できそうだな。殺人鬼も生存者もご苦労であった。殺人鬼をやってくれてる人にも感謝して脱出せよ。だじゃあ、回転切られたー。ま、そういうこともあるよな。霊夢の脱出ポイントが。前回以外にも動画にしたらリンちゃんのパンツが見えなかったので、今回は少し明るいところでリベンジですね。お前他にやることないの。集中してたら指が離れちゃった。何に集中力使ってんだよ。前回は黒いパンツだと思ってましたが赤だったんですね。どっちでもいいよ。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。最近こっちのアカウントで活動してます。
気になる方はフォローしてみてね。